3分くらいでわかる。アサルトリリーラストバレット。メインストーリー2章。始まるよー。うわー、パチパチ。第1章のあのやばい表示。なんだっけ。あ、エボラブ。そいつと同じ種類の妖怪が東京中に現れて、大きな被害を出してた。このまま成長して増えちゃうと、地球がピンチらしい。ってことで、みんなで防衛構想会議をすることになったんだ。会議のために、関東中のいろんなガーデンのリリーが、私立ルドビコ女学院に集結。会議ではなんだか難しいこと言ってたけど、僕たちリリーみんなで協力する。特に東京の西の方を守るってことらしい。多分、そして、僕たちグランエプレと、一つ柳隊、ヘルボルが、ルドジョに派遣されることに。面白くなってきた。会議の後は、カズハ考案、モユ様制作の超楽しい合同訓練にみんなで参加したよ。でも、訓練の途中でヒュージ警報が出た。世田谷方面に分裂するヒュージがいっぱい現れて、しかも特型ギガントピアのヤバいのも2体来た。これはちょっとダメかも。そんな時、お台場女学校のキート様とウイ様登場。かっこいい。おかげでなんとかピンチから脱出したんだけど、特型ギガント級ヒュージは倒せず、逃げられちゃったんだよね。数日後、なんと暴走半島に、あの逃げた特型ギガント級ヒュージの一体が現れたんだ。討伐するために、僕たちも向かったんだけど、お台場のロネスネスとヘオロットセインツがバラバラに行動するって言うから、グランエプレも分かれて行動することに。僕たちは崩壊しかけてた防衛線へ来たんだけど、モミジ様とユズリハ様が一瞬でみんなを助けちゃった。防衛線を立て直した僕たちは、カナホ先輩たちと合流して、特型ギガント級表示。レイルストラムと最終決戦。マギ干渉にみんな苦戦してたんだけど、攻略のヒントは僕にあったみたい。マギ干渉とは、周囲のマギの性質を変化させること。これが起こると、周囲のマギの影響を強く受けるリリーに、強力な精神負荷がかかって、大きくて嫌な音として認知されるんだって。マギの色を見られる僕が、マギ干渉の強くなるタイミングを合図して、みんながヒュージから距離を取るようにすれば、影響を最小限に抑えられる。これはやるしかないよね。合図に合わせて距離を取りながら、お台場のリリーとグランエプレで協力して、ノインベルト戦術を成功させたよ。わーい。あれ？もう一体の特型ギガント級ヒュージはどこ行ったんだっけ？まあいっか。メインストーリー第2章2話。3話ではヘルボルとルドビコのリリーたちが活躍するよ。気になる人はゲーム内にレッツゴー。